若狭鉄道 WT2500 系機動車は1987年に4両が製造された若狭鉄道の機動車である。2002年から2003年にかけて3両がエンジン交換などの改造により若狭鉄道 WT3000 系機動車に改版された。改造されなかった1両は2003年を廃車され形式消滅した。本では WT3000 型についても合わせて記載する。1987年10月に国鉄若狭線を第3セクターに転換して開業した若狭鉄道が開業に際して投入した機動車である。両運転台、トイレなし、セミクロスシートの新潟鉄鋼所製機動車である。2002年から2003年にかけ、3両がエンジン、変速機、 台車などの交換により WT3000 型に改造、改版され、改造されなかった一両が廃車されたことにより、WT2500 型は、形式消滅した。新潟鉄工所製の地方交通専用、機動車 NDC をベースとする。車体長は、NDC シリーズとして、初めての18000ミ、mm、リメートルとなった。秋田内陸縦貫鉄道案マイナス8800。 軽機動車をもとに断地しようとしたものだが導入は秋田内陸縦貫鉄道より先となった。乗務員室は左隅式とされ連結運転時に車両倉庫間を移動できるよう正面に貫通扉が設けられた。客用扉は幅9 0 0、mm、トルの折り戸が片側2箇所、運転室直後に1箇所、反対側の車端にもう1箇所が設けられた。 18メートル急車体の NDG で折り戸を採用したのはこの車両のみである。乗務員扉は設けられなかった。扉間には上段固定、下段上昇の窓7組が設置されたが、戸袋クロブに窓はない。外部塗装は薄いブルーをベースに倉下に赤、青の帯が巻かれた。後に全面間通路上部に桜1号から桜4号の相性が表記され、 ついで側面には沿線自治体のイメージイラストが描かれた。車内中央部に4人掛けボックスシート10組が設けられ、それ以外の部分はロングシートとなった。シートとカーテンの色は2両が緑系、2両が茶系とされた。エンジンは新潟鉄工所製 6H13AAS ディーゼルエンジンを一機搭載、動力は 逆転機内蔵のタクン22から1100液体、変速機を介して台車に伝達される。20、1000の最急勾配と半径300メートルの急曲線に対応するため、転換前に使用されていた車両よりも、高出力となっている。前くらい、即台車は二軸駆動の同台車、NP120D、後くらい側は、受台車、NP120T で、いずれも、 住友金属工業製の空気バネ式である。制度装置は、デイチエイジド空気ブレーキが採用された。暖房装置は、エンジン排熱を利用した、温風式である。冷房装置は、機関直結式、能力2 5 6キロワットの AU26 が一機搭載された。製造以来13年が経過し、各部の老朽化により、保守費用が増加する中、 新車投入が難しい経営状況から2002年から WT2500 系の主要機器を交換、WT3000 型に改造して対処することになった。エンジンは 6H13AS から電子式燃料制御の DMH13Hz に変速機は加速性能、燃費向上のためタクン22から1100からタクン22から1626に台車は 乗り心地改善のため NP120 から軸箱指示方式を山形干渉ゴム式とした NP134 に交換されている。当機の排泄運転時や下機冷房使用時に出力が不足していたことからエンジン出力は1 8 4キロワットから2 4 3キロワットに強化されている。客室照明、自動放送装置、運賃表示装置、 客用扉も更新された。改造工事は新潟鉄工所が若狭駅に出張して行った。更新期間中の車両不足に対応するため WT3300K1 両が申請されている。WT2500K4 両のうち3両が WT3000 型に改造され、改造されなかった WT2500 には2003に廃車されている。 国鉄若狭線が若狭鉄道に転換された1987年10月14日から若狭線工芸駅若狭駅間で営業運転を開始した。開業時以来6往復が JR ンビ線経由で鳥取駅まで乗り入れ若狭線は全線単線で途中行き違い設備はない全線1、閉塞となっていたが2020年3月より八島駅に行き違い設備を設置し 1>, 1日10 15 1往往復復から15往復に増便する1両、または2両で運転されている。2両運転の場合は原則2万、1両運転の一部列車ではワンマン運転が行われている。2020年3月の八島駅、行き違い設備新設により運用が変更となったため、3両以上の編成を若狭鉄道線内で運行することはなくなった。 2016年4月から、若狭鉄道の全車両が、若狭町、八津町に無償状とされ、両町が維持費を負担、若狭鉄道に貸し出す形で運行されている。WT3000 系の老朽化のため、更新工事が予定されており、2017年度末から、未踏イジデザインによる昭和をイメージした内外装に変更された。WT3001 WT3003、WT3004 にそれぞれ、矢頭、昭和、若さの愛称が付けられている。改造は、車番の若い順ではなく、WT3003、WT3001、WT3004 の通りである。改造は、ほぼ同一の内容が施行されているが最初に、施行された WT3003 は、 貫通路にある桜型のステッカーが内張りされていなかったり、装飾品として車内に取り付けられている鏡がなかったり、側面客用窓が全開にできるなど微妙な携帯差がある。また、WT3300 は2016年3月22日に、鈴木のバイク、春モチーフにし、ラッピングを施し、初代早草ラッピングとして運行開始した。 以後2019年3月16日に2代目、はやぶさラッピング、2021年4月29日に3代目、はやぶさラッピングとデザインを一新し、運行している。また戦術した WT3000 系列産業と WT3300 は共通の運用で使用されており、両社を連結した運用も JR 線の直通の有無に関わらず、行われている。 ありがとうございます。